そうなんだよあの時先輩らはいたずらで偽物の爆弾をヒーローアカデミーの校長室に隠したんだよであれでしょ犯人を装って校長に電話して校長室に爆弾を仕掛けたって言ってなで驚いた校長が慌てて爆弾を探しに行って見つけた時に例の一言を言ったんだよあらイワわん,ん校長のモノマネで例の一言えっと おデンジャーもっと卒業生と会った時の感じでおおデンジャーそれをもっとはんなきでおデンジャーで先輩ら隠れて見てたんだけど思わず笑っちゃっていたずらがバレたんだよなで終わりだけど嘘でしょエドワードマジだよ、うん、先輩から直で聞いたからいやじゃなくて今校長のモノマネする必要はあった